二棟からなる大型商業ビル。市街地再開発事業によって1985年に開店した。しかし、各店舗となっていたジャスコの撤退により30のテナントも撤退を余儀なくされ、2005年5月をもって閉店した。この施設は中心市街地の各施設であり、その再生が中心市街地活性化のためには必要不可欠の重要課題であった。 このため、当初の計画にはなかった、とも構想の一つに位置づけ、官民挙げての取り組みを行い2006年4月の営業再開にこぎつけた。この事業は、中小商業者、水沢市、水沢商工会議所が出資した特定会社、株式会社水濁ク,クロス開発が、事業主体となって、国、県の補助金を得て、総事業費796、29、3000円で、 実施したものである。また、この事業実施にあたっては、県、市、地元商工団体が事業主体と一体となって、水沢市大型商業施設再生事業、促進委員会を組織して、再生事業を支援、促進してきたほか、日本ショッピングセンター協会からの全面的なバックアップも受けている。この事業は、 中心商店街にある大型商業ビルの再生モデルとして全国が期待し、注目している。2019年2月4日に閉店した、ジョイス水卓中央店の跡地に、丸1が6月27日に出店。メープル正面、西立駐車場と結ぶ、上空ホロー吹き抜け西館前でのフリーマーケット、西立外館ジャスコテ退タイによる、閉店前のメープル。 東館1階2階3階4階 B1 階、西館1階2階駐車場管理運営会社。ありがとうございます。